久しぶりの全日本フル参戦ですけども、はい、今のところテスト、調子はいかがでしょうか。そうですね、本格的なテストはまあ今回から初めてだったんですけど、まあ、初日、まあ、気持ちよくは乗れてますね。で、森脇さんのバイクもまあ今年14年型だいぶ仕上がっ、去年よりは良くなってきてるんで、まあ、これからベースセッティング見つけて、まあ、どんどんあの開発していきたいと思います。初戦はオートポリスなんですけども、はい、オートポリスも久しぶりですよね10年ぶりですねこの間コースマップ見たんですけど、なんとなくこんなんだったっけなと思いながらまあでも事前テストがしっかりあるみたいなんで、そこでしっかりとまた、まあ、走れるように、今回またそこのオートポリスのテストのベースを今回見つけられればいいかなと思いますね。まあ、今年はもちろんチャンピオンですよね。もちろん狙っていきます、はい、あとはワイルドカードで日本グランプリ。そうですね、はい、そこもやっぱりかなり視野に入れて頑張りたいと思います。森脇レーシングから全日本に復活します。ぜひ見に来てください。頑張ります。